燃料入れてます。燃料入れてます。エンジン大丈夫かな。はい、いけますね。それでは参りましょう。決勝 B メインスタート。さあ気持ちも切り替えて、こっからこっからいけるよ、俺いけるよ、走り合ったばっかりだよ。さあいける。宮津選手がトップ、小泉選手が2番手、上田選手が3番手です。アクランスタート、上田選手が現在3番手、長村選手が4番手、春菜選手、そして米田選手となっています。やるな、米田選手の PG 点が動きおかしい、何かがおかしい、米田選手なんかまっすぐ走ってない、さあ大丈夫か。 PG 点だけにベルトが飛ぶことはないしな。おお、来てた、来た、来た、宮津選手が回っていく、そして小泉選手も回っていく。米田選手的にはこの3人でバトルしたかったって感じかな。そんな感じやね、そんな感じや。こっからこっから、さあ米田選手は小泉選手と宮津選手を6本、この3人おもろいな。さあ小泉選手が全体ベスト、全体ベスト11秒8番で、いいタイムだ。宮津選手、岩手小泉選手、さあ宮津、小泉、川村、春菜、米田となってます。上田選手途中3番手走行中ですから、現在はポジション1つ下げて5番手、ドラフトから2分を経過しました。さあ2分がまだまだ先は長い、15分間の B メイン、上位2台がグランドファイナルに立ち上がります。さあ川村選手、川村選手とやり合ってます。川村春菜は0.5、この2人まさに今3点差争い、そして春菜選手が前に出ました。さあそして小泉選手が早くもピットイン、何かあったか、エンジンストーブか、エンジン止まっちゃったか、となると春菜選手が2番手に上がり、川村選手が3番手。さあどうなるかな。夢の45分コースがちょっとだけ見えてきてるぞ。さあ2分50秒経過、まもなく3分です。まもなく3分、小泉選手のコースに戻ってます。現在東京マシンは6台、さあ現在6台東京市、3分経過しました。3分経過して、宮津、春菜、川村、上田、小泉、米田となってます。宮津選手、春菜選手のタイム差が10秒あります。春菜選手と川村選手の差は1秒、川村上田が6秒、上田、小泉上田入れ替わりました。0秒8、小泉前、上田後ろ、4番手、5番手、そして上田さらには遅れているという展開です。おーおーおー、上田選手、上田選手がクラッシュ、この後ろから春菜選手がクラッシュ、おっと、宮津選手がトップで余裕はありますが、エンジン止まるともったいないから、安全運転、安全運転、3分50秒。さあ宮津選手の2レースでのグランドファイナルが少しずつ近づいてくる中、4分経過です。まだ11分残っていますが、誰も分かんない。さあダメージは5番線です。さあ上田選手を代わって宮津選手、現在白いボディがトップです。白に黒と赤のライン、これからストレートに入ろうというところ、白いマシンが現在トップ、宮城選手、そしてその後ろ春菜選手はこれからストレートに入る、ブルーとホワイト、ブルーとホワイト、今ストレートエンド、このマシンが現在2番手、3番手にはシルバーアロー、川村選手、今ドライバースタンドの前ですね、春菜選手の2秒後方です。春菜選手の2秒後方、今春菜選手がストレ
面エンド、これからストレートエンド、黄色のマシンが現在3番手、この後ろは小泉選手、青いマシンが現在4番手です。紺色の真ん中に黄色のライン、小泉選手が現在4番手、先ほどまで2番手でしたが現在は4番手、その後ろキャメルイエローの上田選手が5番手、青と白のレネダ選手が最後方、レース開始から5分が経過しました。5分が経過です。バーニャ選手はストレートエンド最強に飛ばしていますが、アルマ選手のタイム差は9秒5です。9秒5。アルマ選手現在2番手、1秒2秒離れて川村選手がストレートエンド、そして0秒3後方の小泉選手、川村選手のスピードを4番手小泉選手ブレーキ、ペース的には小泉選手がまたスピード、川村選手もベテランの端、これで最後までもっと外れたら、今度は入れ替わり。
シャレがシャレが来るんだって間違ってたらごめんね今ストレート以降春名選手がトップです。そして白に黒のライン、今ストレートドロップできる宮地選手2番手、タイプが86秒あります。6秒。その後ろ小泉選手は32秒は離れました。で宮地選手はこのままで自由十分大丈夫なんですね。10分10秒経過しています。残り5分切りました。2番手までは勝ち上がり確実です。間違いないはず。3番手多分ちょっと無理だと思うので、小泉選手頑張って、タイムが30秒ありますけれどもね、最後まで諦める。川村選手、上田選手、接触。川宮選手は現在ドライバーズスタンドの前で2番手。これに変更、川村選手のすぐ後ろも春名選手現在トップ。川村選手は現在5番手、その後ろが米田選手となります。上田選手は現在4番手、小泉選手との差が20秒、24秒かあります。その後ろ川村選手が30秒離れています。残り4分切りました。春名選手が川村選手のすぐ後ろ、ここはライアップ広がしたいだと。さあ川村選手と小泉選手はだいぶ離れています。川村選手は現在5番手、小泉選手は現在3番手です。紺色に黄色のライン、小泉選手2度か3度かエンジンストップという場面がありました。それがなければというところなんですが、現在トップは3番手、なんとか2番手以内に入ればというところなんですが、レースは終わってみなくては分かりませんので最後まで頑張りましょう。残り30分20秒、さあ現在コース上には5台のマシン、米田選手が残念ながら途中でマシンストップとなりました。さあ一方でトップは最長に春名選手、春名選手は勝ち上がり組です。キーメインからの勝ち上がり組、まあ夢の45分が見えてきた春名選手。さらに2番手の宮城選手は帰り咲き、久しぶりのレースでいきなり A メインになるかというところ。何が TG 選手マーク中でのクラウドファイナル。さあこれまでたっぷり積んできた練習の成果を高く発揮して、トップは並ぶとも、しっかりと2番手をキープ。これからグランドファイナルに勝ち上がれるかというところ。レース残り2分30秒を切りました。3番手小泉選手の差は依然30秒あります。宮城選手はもうクラッシュ倒しなければというところ。一方小泉選手はもうガンガン抜いてガンガン飛ばして目いっぱい行きたい、もうちょっとずつでも回路を切って切って切り詰めてというところでしょうか。さあ一方上田選手は現在4番手、川村選手が5番手というところ。レースは残り2分、さあ残り2分となる。米田選手は余裕のストレートエンド、そして宮城選手は単独走行で慌てることなく落ち着いた走りを展開中。一方小泉選手は川村選手をかわしてもう目いっぱいです。小泉選手は目いっぱい、もう一気に選手はそろそろ1分30秒、タイム差しか30秒。宮城選手落ち着いていい走りをしている。詰められそうで詰められない小泉選手、普段一緒に練習しているだけにお互いのテクニック、ギアは分かっている。それだけに小泉選手なかなかその差が詰められないか。さあレースは残り1分10秒となる。紺色に黄色のライン、さあ小泉選手が白に黒のライン、宮城選手を追いかけようという2番手3番手。一方グリーンに見えるけれどもね、エメラルドグリーンも見える。春名選手のマシンが現在トップ、テールを激しく流しながらダンスを踊ってるかのような残り50秒。さあマッチョのグランドファイナル、胸にはインフィニティの文字が輝いている。春名選手行くぜ行くぜ、グランドファイナル残り40秒。あのサングラスとマスクのその中はバクバクです。残り30秒、実は落ち着いてません。残り30秒、クラッシュがなく最後まであと30秒持ちこたえればグランドファイナルが待っている。えげつないメンバーとのレースまであと20秒踏ん張ればいいだけ。さあ小泉選手は目いっぱい、小泉選手は目い
フラッグが用意されて、さあ残り10秒です。上田選手もう一度いける。春田選手はファイナルラップ、ベルト選手はファイナルラップ、先に川村選手終わりかな。そこでゴール、川村選手フィニッシュ、宮城選手ゆっくりにフィニッシュ、上田選手フィニッシュ、そして春田選手トップゴール、ベルト選手第3位。バクバク優勝